い、皆さんこんにちは、ダディチャンネルのマミです。はい、今日はですね、もう日本から戻ってきました。で、久しぶりのね、ちょっとアメリカのスーパーが恋しくなっちゃったので、アルディに行ってきたら爆買いしちゃいましたということで、今日は最新のアルディのおすすめの商品を皆さんにご紹介したいと思います。それではやっていきましょう。レッツゴー。はい、それではまず、おすすめを皆さんにご紹介しながら、商品のね、紹介をしていきたいと思います。こちらはね、カップになってるやつ、フルーツのカップになってるやつが4つついてるやつなんですけどね、息子ちゃんがよくお昼ご飯にね、学校に持っていくのでね、ランチバディーズっていう名前の通り本当にランチに持ってってるので、こちらピーチの方とオレンジですねの方を買っています。で、こちらね、いつも私アルディの紹介で必ず買っているという言っても過言ではないぐらいの、毎回常備してますね、冷蔵庫に。チョコパンですね、すごい柔らかくて、一つ一つね、個包装されているので、時間がねない朝とかにはね、すごく便利なんで、いつも買っています。美味しいですね。それからこちらのアーモンドダークチョコレート、これも結構ね、毎回買ってる商品なんですけどね、食べやすくてね、ナッツなので体にもいいのでね、いいと思います。おすすめです。で、あとまあ粉チーズ、バナナでね、ちょっとね、健康を考えて、マミちょっとキウイをね、朝ごはんにヨーグルトに入れて食べようと思うので、ちょっとこれね、たくさん入ってるんですけど結構安かったですね、買いました。で、こちらのね、アメリカは皮ごと食べれるブドウがね多いんですけども、このオータムクリスプっていうね、グリーンシードレスグレープということで、まあ、ほとんど種入ってないですけども、まあ、洗って食べるなんだけなんですけれども、一粒がねちょっと大きめで、皮がパリッとしててね、すごく美味しいんですよ。なんかいろんなブドウの種類食べましたけど、これがね一番甘くて美味しくて、食感も良くておすすめなんで、最近もね毎回これをね買うようにしています。で、枝豆、ハム、ミートボール、これねお初なんですけれども、そしていつも買ってるスパゲティですね。これね、ある時とない時があるんですけど、まだありましたね。赤のスパゲティと、こちら、ホワイトソースベースのね白色のスパゲティを買っています。で、まあこの辺は野菜なんですけども、で、息子ちゃんはいちご大好きなんで、いちごで、パイナップルジュース、オレンジジュースでね、こちらですね、今回初めて買ったんですけど、ジンジャービアということで、でもねこれノンアルコールなんですね。ノンアルのジンジャービアのスパークリングなんですけれども、これね昔イギリスで飲んだことがあってね、すごく美味しかったのでね、ちょっと同じ味か分かんないんですけれども、ちょっとジンジャーエールみたいな炭酸なんですけどね、買ってみました。またね飲むとき動画を撮ってみたいと思います。それからパネラのねスープ、いつもなんかチェダースープだったんですけど、今日ねベイクとポテトも売ってたんでね、買ってみました。そしてこちらね、ランチによく持ってきます、スナックパックっていうクリームチーズとクッキーが一緒に入ってるストロベリー、これもなかなか美味しいですね。はい、それからですね、何人住んでるんだっていうぐらいのヨーグルトの量なんですけどまず、こちらグリークヨーグルトのねレモンなんですね。濃厚でヨーグルトがね、でも味がさっぱりしてて美味しいレモンと、こちら同じくグリークのハニーですね。この2つはねよく買っています。そしてマミー先ほど言ってたね、ちょっと朝食にキウイを入れていて、ノンファットのグリークヨーグルトのプレーンですね、と息子ちゃんが食べる小さな方のヨーグルトです。で、今日はねまずこちらなんですよね、ご紹介した今の旬、今の時期しか買えない、ついに出てきましたロブスター。はい、こちらのロブスターはですね、これホール1匹丸ごと入ってるんですよね、冷凍でね。それでなんとお値段が 12.99 と激安じゃないですか。これね、これね本当にね美味しかったんですよ。去年だったかな、食べて。
ですぐにね買いに行ったんですけども速攻売り切れでしたね去年なので多分もう今しか買えないのでちょっと2匹にしましたが、もうちょっと買ってこればよかったなって今思ってるんですけれども、あの作り方もすごく簡単なので食べるときにねまた動画を撮って皆さんにご紹介したいと思います。楽しみということで、今日はこんなにたくさん買ってきちゃいました。はい、それでは今日はこちらのねロブスターの方を調理していきたいと思います。こちらのロブスターは、ね、基本ずっとね冷凍しておいて食べる直前に、10時間から12時間ほどまず冷蔵庫に入れて、半解凍しておきます。それからですね今取り出したんですけど、スチーマーでだいたい5分ぐらいですね入れとくだけでできちゃうという、なんて簡単なお料理ということで、今からねスチーマーで湯がしていきたいと思います。湯がされるの僕。はい、では5分間今から蓋をして茹でていきます。はい、完成しました。あっという間です。それではいただきます。はい、それではいただきたいと思います。いただきます。すごすごい大きい。これ簡単にこんなねお料理できちゃって、ロブスターですよ皆さん、おうちロブスター。熱っ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 、熱っ熱々です。これどうやって食べようかな、手をつないでごめんね痛いかな、せーの、うあらまあらま、大好きなカニ、カニ味噌じゃないな、ロブスター味噌がちょっと出ました、ピュッとはい、さてさて、こちらのお手手も取って、熱々熱々熱々暑いですね。この辺を、あちちちち、暑すぎて、よし、むしり、むしり、おー、見てください。カニ味噌じゃなくてロブスター味噌。美味しいですよね。私ね、この味噌って結構ね、癖があるので、好きな人と嫌いな人いると思うんですけど、いただき、私大好き。美味しい、最高、美味しい、めちゃくちゃ美味しいですね。いやありがたい、アルディさん万歳。美味しい。それからここのね、ここのところもいっぱい身が入ってる、よいしょ、のでむしりましょう。よ、結構ね皆さんなんかどうやって食べたらいいのとか思う人いるかもしれないんですけど、もう剥くだけですよシンプル、剥く剥く、ベキベキ剥く、そうするともうがっつり身が出てきます。ほら出てきた、やばいですよこれは、もう一口で食べれちゃう。でもちょっと味わって食べないとね、高級品ですからね。よし、いいよ、よいしょ、お、尻尾も全部取れちゃったかな、熱つ、熱いんですけどよいしょ、取れない、引っ張っちゃうか、引っ張って取れるから、よしよし、取れた丸ごと、あたたたたた、丸ごと取れました。むっちゃ大きい。いただきます。ぷっぷり、食べ応えがある、おいしい、シーフード最高。おいしい、皆さんぜひ食べて、美味しい。はい、ということで、あっという間にこのねカニの割る機械、バキって割る機械、名前全然わかんないんですけど、あとこのホジホジするやつですね、カニの時に使うやつで
もう見てください。じゃーん、美味しそうなパイロブスターが取れましたということで、皆さんもぜひね、アルディに行ってこのロブスター楽しんで、おうちロブスター楽しんでくださいということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらの動画がいいなと思われた方、ぜひいいねのボタンとコメントお願いします。ダディチャンネルのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね、バイバーイ。